A2 ネットワーク株式会社は、ドイツイギリスベルギー体において、ベリーモバイルというブランドで、仮想移動体通信事業者として、携帯電話通信事業を展開している企業である。日本においては仮想移動体通信事業者、支援事業のほか、海外出張者や、海外渡航者向けのデータ通信サービス事業を、展開している。携帯電話サービスブランドである。 ベリーモバイル事業において海外に住む日本人向け携帯電話サービス事業の MVNO として現在ドイツ、ベルギー、イギリス、タイの4カ国に展開。主に海外在住日本人向けの MVNO 事業として日本発のコンテンツや携帯電話サービスなどを提供している。2010年3月には主に日本から海外への出張者や渡航者をターゲットとした。 海外データ通信サービスの提供も開始している。モバイル支援事業、ムーブメン事業、ASP 事業も行っており、ベリーモバイル事業の事業により培われたシステムとノウハウをもとに、業務システム端末開発回線の調達まで、トータルソリューションをワンストップで提供している。また、顧客管理、契約管理、在庫、物流管理、オンライン販売、プロビジョニング、 デバイス管理、顧客サポート、などの多様な業務系機能を低価格な ASP 形式でのバックエンドシステムで提供している。2017年には、クラウドシム搭載 Wi-Fi のスカイベリーサービスの提供を開始。海外在住の日本人向けに、現地通信回線の提供及び、日本語対応、または、完全日本語化ができる携帯電話の販売を行っている。 日本人スタッフが常駐、日本語サポートを行っており、日本と同じ感覚で、携帯電話サービスを利用することが可能。イギリス、ドイツなどで、通常の携帯電話の国際ローミング料金よりも、格安な料金で通話、SMS や、E メールが利用できる。またメール、SMS も日本語で利用することができる。ありがとうございます。